願いします。としのみやです。それではですね、本日も、マツローパペットをやっていきます。前回の続きですね。前回はまず、まあこんなゲームですよっていうチュートリアルみたいなところ。とりあえずリンゴ書き足して、撲殺されて、リンゴをもう一回ちゃんと置いたら、OK ということでクリアしまして、1日目が終わりました。ということで今回2日目やっていきたいと思います。まず、携帯確認しとく？変わってるかな？何か。携帯には何も連絡はなさそうですね。では、多分、パッと見この部屋もう何もないので、ドアくぐって行っちゃいましょうか。はい、ということでね。帰ってきました。あ、ドア消えた。なに、あ、ここに落とされるの？なんかすごいいっぱい果物持ってる今日は。あら、ようやくお目覚めね。絵の構図が変わった？めっちゃ変わってるよね。すごい。いつまで寝ているのかと心配したわ。では、放置されると書き手のことを忘れてしまうの。私に忘れられるのは嫌でしょ？いや、そうな。よし。さあ、デイ2やっていきましょう。そういう感じなんだ。デイ2ってなったら、戻ってきた。あれ？戻ってきたのかな？僕が変なとこクリックしてタイトルに戻った？わかんない。とりあえずデイ2ですね。やっていきましょう。はい。まだかしら。ここのところ、いつも果物ばかり。同じ味、同じ色だと飽きてしまうじゃない？はい。ということで、携帯にもブーって言ってたね。続き見よう。はい。彼女と二人きりの世界は、甘美に満ちている。彼女はきっとリンゴが大好物なのだろう。また、お腹が空いたのかい？わかっているよ。僕は彫刻家だけど、時々絵も描いてるんだ。美味しいリンゴを描いてあげようね。もちろん皮を剥いて。あって何？あ、でもデイ2が続いてね、前回のミスじゃないのかな？普通に、そういうもんなのかな？あー、待って。あ、わかった。君をギャラリーに飾ろう。きっと君を完成させてくれる人が現れるだろう。だから許しておくれ。許。これか。別の色の歌詞を書いてやるから。だから、待ってくれ。みんな、デイ2で死にすぎじゃない？ちょっと待って。焦ってはいかん。彼女の言葉に手がかりが隠されている。味にも色にも飽きた。すでに絵の中に描かれていく果物の色は？そう、何かヒントになるような記憶はないのか。人の描く栄養にことごとく難癖つけるなって、お嬢ちゃん。俺は画家じゃないんだって。はい。とりあえずさっき言ってた感じだと、色に飽きたから、ここにある食べ物の色はもう使うなって感じかな。リンゴ、バナナ、メロン、赤、黄色、緑は使っちゃダメかな。パイナップルも黄色だもんね。ということで別の色の食べ物。ドアあるじゃん。逃げていい？これ。ドアいっぱいあるじゃん。あれ？リンゴとりあえずある。いや、またリンゴはダメでしょ、多分。このドアはどうなってんの？あ、いけるじゃん。空のティーカップが置いてある。ティーカップのモチーフはもらえないんだ。マカロンだ。色がついてないマカロン。色はでも僕らがつければいいんだもんね。他は？窮屈そうに毛が生えている。なにこれ？お皿が引っかかっている。はい、お皿。お皿のモチーフももらえた？お皿のモチーフももらえた。よし。ちょっと戻りますか。戻って、よし。こっちは変えれるの？あ、ここは眠りにつくようね。
え、ってことで多分、今の感じで言うと、リンゴも飽きてるはずだから、マカロンを出すんだけど、マカロンを机の上にそのまま置くと怒られるから、多分お皿を置いてマカロンを置いて渡せば、正解だ。もう天才じゃない僕。これもう大丈夫でしょ、絶対。いけた気がする。はい。テーブルにはリンゴやメロン、バナナにパイナップルが置いてある。うん。ということで、果物以外で、同じ色じゃないやつ。だから、青色とかそういう感じの色のマカロンを描いてあげれば OK でしょ。うん。彩りなさい、その筆で。私の優雅な食卓を。OK、OK。今回はね、僕ね、できる自信がある。これまずね、お皿だよ、多分。お皿を机の上に置く。うん。はい、どうぞ。で、色に、お皿の色？お皿の色白じゃダメ？色も飽きてるからお皿も青の方がいいよね、多分。はぁ、あ。はぁ、あ、空のお皿だけ持ってきてどうするのかしら？きっと素敵な料理が現れるんでしょうね。お皿とマカロン同じ色で大丈夫かな？怒られないかな？うん。とりあえずマカロン置くよ。はい。これは絶対青。えい。はい。あら、マカロンね。わかっているじゃない。だけど、あ、やっぱりそれ言われる？お皿と同じ色なのはいかがなものかしら？せっかくのお菓子がお皿に埋もれて映えないじゃない。映え気にするタイプ、痛い！被害者はアトリエの床に頭からめり込み埋まった状態で発見された。はぁ、床と同じ色にされちゃった？うん。よし。やっぱりお皿は別の色に変えなきゃいけなかったか。うん。まだ、まだかしら？同じ色、同じ、あー、以下略。よし。ということで、今度はね、大丈夫。今度は大丈夫。お皿を別の色にするよ。よし。お皿を、何色でもいいでしょ、これは。はい。赤。よし。空のお皿だけ持ってきて、どうするのかしら？きっと素敵な料理が現れるんでしょうね。うん。マカロン。こいつを青。うん。よし。どう？これは、食欲をそそらない色ね。は？画家様のセンスを疑う。え？だけど、そこの果物とは違う色だわ。どんな味なのかしら。一口だけ食べてみようかしら。あ、セーフじゃない？これ、なんとか許された感じがする。うん。お、許された。色がついたよ。オッケー、オッケー。思ったより、ずっと美味しかったわ。色も、味も、見た目だけで判断してはいけないわね。いやー、よかったー。オッケーオッケー。今度は、こんなマカロンが、髪飾りに色がついている。ふん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 。あら、また雨ね。最近ずっと雨の。雨。絵の背景が暗すぎてよく見えないが。うん。お腹も満たされたし、そろそろ寝ようかしら。明日は、ちゃんと早起きしてね。赤様のお仕事は、私を描くことなんだから。はい。ってことで、オッケーオッケー。これ寝ていいっぽいよね、多分ね、もう。で、何？天使がいっぱいおる。ちょっと待って。ちょっと待って。この天使気になる。これ何？ラッパを吹く天使像だ。弓を引く天使の銅像だ。はぁ、あ。以上。よし。はい。この扉の向こうは？もう終わったか。え？この向こう何かいるの？中から囁くような話し声が聞こえる。よし。とりあえず帰ろう。うん。部屋に戻るしかないか。うん。よし。部屋に戻ってきました。この部屋はもう何もなさそうだよね、特に。とりあえず寝ちゃおうかも。うん。もう携帯がうるさいよ。携帯の音ビビるからやめてよ。怖い怖い。
ああ、なんとかまた助かったみたいだ。そもそもあのコレクターがこの絵を送り返してこなければ、こんなことにはならなかったのに、俺に何の恨みがあるって言うんだ。まあ、植え付けたのは確かに俺だけどさ。この黒いアトリエのような空間は一体、この絵が作り出してとでも言えるのか。頼みのノートパソコンも外に接続できない。バッテリーも底をついてしまった。にもかかわらず、時折メッセージが浮かび上がるのだ。おそらく、過去はこの絵に取り込まれた人間たちの記憶の断片ではないか？前の持ち主、行方不明だったギャラリーのオーナー、彼が残したと思われる記録も見かけた。これは別かな？別だね、多分ね。この空間には犠牲者たちの記憶がアーカイブされているのかもしれない。同じように取り込まれたものだけがアクセスできるというわけだ。幸い、この絵に関して調べたことは全部覚えている。彼らの記憶と合わせて、絵の要求を満たせば助かるかもしれない。青い花飾りの少女の秘密を解くことができれば。青い花飾りの少女にはなった。今回はでも何もわかんなかったね。とりあえず、携帯の情報をしっかり見て、それに合わせて、秘密を解き明かそうねってくらいか。じゃあまあ次の日行きますか。青い花飾りの少女。また、寝てしまった。猫がいる。いやー。猫が机の上に佇んでいる。いつの間に。でもこれ書き込んだら死んだんでしょ？ワイヤーさん。これ危ないね。これ騙されちゃいけないね。では3日目やっていきますか。猫が気になる。気になるな。あ、いないし。ちょっと待って。猫いなくなっちゃった。ドアが開く音がした。あ、ドア、あ、向こう行っちゃった？猫。オッケー。天使像。お、なんかある。王冠が引っかかってる。なんかいろいろある。扉がいっぱいあるね、今回。まあ、とりあえず開けようか。あ、寝てる。まだ、寝ているようだ。どっかのドアが開く音がした。今回はあれかな？なんか猫がうろうろするから猫を捕まえるって感じなのかな？猫ちゃんヤッホー。いや、起きた。あら、お目覚めかしら？昨日よりは早いようやけど。私はいつも早起きだから、待ちくたびれちゃったわ。寝とったやんけ、さっき。嘘つくな。また、絵が変わった。カカ様は、レディの絵を対決させるのが得意なのね。あまり、おしゃべりが好きじゃなさそうだし。そんなわけで、今日は素敵なお話し相手が欲しいの。猫じゃダメな？これ。猫で、どうなんだろう。あれ、ここでやっぱり、あれなんだね。このタイトルに戻ってくるのは基本というか、そういう仕様っぽいね。じゃ次回からはここまで戻ってから切ることにしよう。だから今回からか。ここに戻ってから切ることにしようか。次。よし。ていうかね、この、次回からここで切ることにしようかとか、まあ言ってたんですけど、まあちょっと時間確認したらね、まあちょうどいいくらいの時間かなという感じなんで、とりあえず、ここで一回切ろうと思います。っていうかね、まあこれ、まあ実はその次の回も撮った後というか、まあ、3日目やった後ね、確認したら、ちょっと結構時間経ってたなって気づいたから、前後するんだけどね。今回、ここで、2日目で終わったところで、1回終わりにして、また次回、何？デイ3の動画、次回やっていこうかなと思います。では、お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。